はい、どうも皆さんおはようございます。レイギャルンでーす。今回ね、ちょっと遠方の方からの提供品になるんですけども、まあまあ言うていつも届けてもらうのは大体遠方が多いんですけども、今回はヒロさんがですね、私の動画でもおなじみのヒロさんが福岡の方でね、オフ会の方を確か開かれはって、その時にですね、私宛にということで、まあ、ヒロさんが預かっといてくれたものを、最近ね、ヒロさんから手渡しで、これ、福岡のライバーさんから、もらってきたやつやで、っていうことでね、受け取らさせていただきましたのでね、そちらの方の、開封をね、ちょっとしていきたいと思います。はい、すごいよな、なんか福岡でオフ会、ヒロさんもね、ちょっとキャスで、わりかし、ちょっと有名なので、そっちの方で、福岡のオフ会、を開いたということで、まあ、すごいと思うんですけども、はい、まあね、だから今回の提供品は、福岡のライバーさんからの提供品になります。というわけで、早速ちょっと見ていきたいんですけども、まあ、わりかしね、もう、ダイレクトに、こういう感じでダイレクトに入ってるので、まずとりあえず、これから見ていこうか。おい!はい、来ました。カナンちゃんのビジュアルタオルですね。一番くじの、D 賞ですね。青ジャンのビジュアルタオルでございます。ありがとうございます。これはな、誰からなんやろうかわからへんけど、とりあえず、まあ、多分中に手紙とか入ってると思うんで、何人ぐらいかな、なんか多分まとまってると思うんで、ちょっとね、徐々に紹介していけたらいいと思うんですけども、まずはい、こちらのビジュアルタオルが来ました。はい。で、もうちょっと大きいもんからこう、そーって出していくんですけども、夢飛びのハートマグかな、これ。まさか中身は?まさか中身は?まさか中身は?カチーン!ありがとうございます。夢飛びチン来ました。いや、これかわいいんよ、これ。はーい。いやー、ちょっとこれはね、本当に、ハート型っていうのがすごいシャレオツじゃないですか、これ。いやー、地味に下にロゴが入ってるっていうね。いやー、ありがとうございます。いや、まさかカヨチンドンピシャでくださるなんて、ちょっと本当に嬉しい限りなんですけども、こまごまとしたこの、なんかカード類。カード類ちょっと見ていきます。お!あー!うわー!なんてことやー!ダラクーンって書いてる。ダラクーン、ダラクーンって、君あれじゃない、あれ、なぜダラクーン、ダラクーン、うちの習い場の子やねんけどな。なんかマジって入ってたんか知らへんけど。どういうことや。ちょっとこれは、自分まだ当ててないで、これちょっと彼ちょっと屋上に呼ばないとダメですね。これを見ていきましょうか。まずカードから。わん、かわいい。これ、1年生の、うわ、めっちゃかわいいやん、これ。なんか、ルビーちゃんキャピキャピしてる。お、なにこれ。すごい。新しいやつかな、これ。お、すごい。2年生も来た。ということは?うわ !3 年生も来た。これ、これあれですよね。ウエハースですよね。新しいやつかな、これ。うわ、めっちゃええやん、これ。青ジャンの。うわ、やったぜ。いや、ありがとうございます。あ、うーわ、なにこれ。すごい。わ、ルビーちゃん、ルビーちゃん。うわ、めっちゃルビーちゃん。あれ、めっちゃルビーちゃんが入ってる。めっちゃルビーちゃんや。なんかこれあれかな、なんか、これ俺混ざってる?で、このルビーちゃんも可愛いんだけど、このルビーちゃんセットなんかこれ、福岡の方々関係ないような気がするんやけど、これなんか俺なんか、誰かな、俺ナライバーの方になんか手渡しでも、もらったんもなんかちょっとこの青い袋に入れてたんかな、なんか、なんかいろいろ混ざってる気がする。これなんやろ、これベニーさんか、リアちゃんやったかな、いや、リアちゃんじゃないな。なんか、ん?なんか知らんけど、なんか混ざってるような気がするけど、まあ、気にしないでおこう。だってまず、ダラクンくんのが入ってる時点でおかしいんだよな。いや、まあまあ、なんか、とりあえず、まあちょっとごっちゃになるかもしれないですけど、まあ、いいか。とりあえず、ありがとうございます。ということでですね。なんかもういろいろ混ぜてしまってたよな。なんかな、俺な。多分この間のオフ会の時にこう、まとめてもらったから、ちょっとこの青い袋にまとめさせてもらったんかもしんねえわ。あれ?あ、ちょっと待って。今なんか下半身だけ落ちてきてんけど、これ大丈夫か?ちょ待ってこれ。リコちゃん、なんかいっぱい落ちるぞ。リコちゃん、ちょっと待って、下半身が。リコちゃんの下半身が。はい、リコちゃんのこれ、思いを一つ、いや、じゃあこれ、未熟ドリーマーかな。なんかクリアなってるけど、これ、すごいやん。うわー、っていうかな、これと、あとなんかもう一個。あれ?もう一個リコちゃん、もう一個リコちゃんがおったぞ。ダブルでリコちゃんが来たけど、これ、あれじゃない?これ、ヒロさんに渡そうと思ってたん、俺の方に混じってへん?気のせい?あれ?これ、いただいちゃっていいんかな?これ。これヒロさん?これヒロさん、ちょっと。ヒロさん返事ください、これ。はい。で、
あれかな、こっから、あ、こっから多分、あ、ほらほらほら、こっから多分ちゃんと、うん、袋詰めになってるから、これ多分あれかな、ちゃんと、福岡ライバーさんの、うん、俺ちゃんと紹介せなあかんな、俺なんか、ちょっと申し訳ない、なんかいろいろ混ざってるような気がする。多分これ動画見てて、その福岡ライバーの方から、ちゃ、なんでやねんってめっちゃ突っ込まれてると思う。はい、あ、これは多分そうやと思う。あ、なんかどうしよう。あ、じゃあこれ見えてるから、まずこれから見ていきましょうか。なんかすごいことなってるで、これ。はい、ほのかちゃん、これ、それ僕かな、それ僕のほのかちゃん。はい、それ僕のほのかちゃんと、よいしょ。お来た。おー、いいね、いいね。おー、それ僕のニコに。あ、スタンドもちゃんとついてるんだね。かわいい。お、あ、これ、海ちゃんは確かね、それ僕の海ちゃん帽子をつけていたはずや。こうか。おー、おー、こうか、こうかな。おー、ええやん、ええやん。おー。かわいい。それ僕の海ちゃんが来ました。いや、ありがとうございます。いや、めっちゃかわいいな、これ。なんか俺、これに関しては、かよちんのやつを持ってた気がするんだけど、何のやつなんかな、これ。いや、ありがとうございます。はい。で、やっと、この、封筒類来たんですけど、多分こっち手紙入ってるんじゃなかろうか説。よいしょ。あ、とりあえずこれ手紙っぽいんで、ちょっと読んでいきましょう。レイギャルンさんへ、レイギャルンさんいつも動画を楽しく見させていただいております。ありがとうございます。レイギャルンさんの動画を初めて見たのは、ミューズのメンバーコールでした。あの時はまだメンバーコールを知らない自分にとってすごく勉強になりました。レイギャルンさんの動画を見ているうちに、サバゲーもやってみたいと思いました。ああ、ぜひやりましょう。ぜひやりましょう。うん。いつかはレイギャルンさんたちと一緒にサバゲーをしてみたいです。はい、やりましょう。もちろんです。うん、全然誘いますよ。いつもレイギャルンさんの動画編集はすごいハイレベルで、毎回驚いています。いやいやいや、そんなことないですよ。これからも動画を楽しみにしております。ここで話が変わりますが、自分の家にあったかよちんとかなんちゃんを送らさせていただきます。それから、かよちんとかなんちゃんのイラストを送らさせていただきます。過去まだまだ下手なので、もしいらないなら捨てても構いません。いや、絶対に捨てません。大丈夫ですよ。うん。捨てるわけがない。うん。レイギャルンさんは仕事と動画両立できることにとても尊敬しております。いや、まあね、ちょっとなかなか厳しいですけどね。これからどんどん本格的に夏に入っていくので、とても暑くなりますが、水分補給をして熱中症や脱水症状にはお気をつけください。お気遣いありがとうございます。これからもレイギャルンさんを応援しています。ありがとうございます。いや、本当に。イラストは2枚目に書いてあります。よっ、おー、あ、エリ&花丸推しのレイルーンさん、レイルーンさんありがとうございます。わー、頑張ってください。めっちゃ可愛い。レイルーンさんめっちゃ絵うまいんよ。うん、ツイッターのアイコンとかね、多分自分のイラストを使用されてる方なんですけど、めっちゃうまいんよ。めっちゃ嬉しいわ、だからこれ。うわー、マジか。うわー、レイルーンさんありがとうございます。いやー、絵は良き、これは良きやわ。うわ、めっちゃいい。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、レイルーンさんからやったんやね。はい。で、ここにグッズが入っているということで、よいしょ！お、スクコルが出てきました。カナンちゃんと、おー、カナンちゃんのライブ。で、中にカードが入ってるので、とりあえずちょっと見ていきましょう。はい、デフォルメカナンちゃん。あ、カナンちゃん。お！おー！これはこれは SR のカナンちゃんですね。これ、ファイルと、うん。一緒に重なった商品のやつですね、これ。おー、良きです。ありがとうございます。はい、で、こっちのカナンちゃんのセットは何が入っているのかな、何が入っているのかな。カナンちゃんのライブ。うわ、うん、マジで、マジでか。ジングルカナンちゃん来ました。いや、これカナンタンめっちゃ絶対にいる必須カードなんでね。いや、嬉しいです。ありがとうございます。いや、そして綺麗だ。いいんですか、 HR 高いっすよこれ。いや、もうありがとうございます。はい。いや、マジか。まさかの HR 入ってるとは思わへんかった。いや、すごい。いや、ありがとうございます。めっちゃカナンちゃんや。やばい。うん。あれ、レルンさん、ありがとうございます。はい。じゃあ、もう一つね、封筒があったので、こちらをちょっと見させていただきます。だから、もしかしたら、これとか、カヨチのこれとかも、レルンさんからやったんかもしれへんな。よいしょ。お！なんか、いきなりちょっとスクコレのカードが出てきてしまったんやけど、あ、いっぱいいろいろ入ってる。ん？なんか、いろいろ入ってるな。あ、お手紙です。手紙ではないので、あ、ごじ、あ、これは手紙じゃないんか。オッケーオッケー。で、こっちがお手紙ね。リコ推し、あ、カイトリーさん、カイトリーさん、
いやいや、いつもキャスなのでお世話になっております。いやちょっと手紙読む前にそれ言うのもあれやけどさ、あ、ちょっと多分手紙からちょっと読んでいきましょう。レイギャルン様へ。レイギャルンさん、はじめまして。というか2回目ですね。2回目、一度若猫さんのツイキャスで自己紹介をさせていただいた、あー、そうですね、びっくりした、あってんのかと思った。リンリコ推しライバーのカイトリと申します。今回レイギャーさんの相方のヒロさんが福岡に来られるということで、せっかくならヒロさんだけではなく、いつも楽しい動画を制作してくださってるレイギャルンさんにもぜひ提供品をお渡ししたいと思い、今回お渡しさせていただきました。ありがとうございます。受け取っていただけると嬉しいです。受け取りました。最後にこれからも応援しています。リアルの仕事も大変だと思いますが、これからも頑張るビーというわけで頑張らさせていただきます。リン、リコ推しライバーカイトリさん、ありがとうございます。いやもう嬉しいわカイトリさん、ほんまにね。うん、ツイキャスで一度お話の方させていただいたんですけども、いやもうマジでよき。お、じゃあこれ、お、なんかこれはあれか、ちょっとなんか名刺っぽいのが、なんか写真があるよっ。お、うわ、すごいこれ。うわ、すごいこれ、手作りや。いつも楽しい動画ありがとうございます。うわー、いやもうこちらこそありがとうございますです。超かわいいやん、小悪魔かよちんと大正ロマンチン。うわー、フロムレイヤルンって書いてるね。いやもうありがとうございます。いやこういう手作り系めっちゃ嬉しいよマジで。とこれがアケフェスの、お、プロフィールカードですね。お、これこちらいただきますね。夢の扉の、うん、かよちん。うわー、しかもダンス大賞やん、ダンス大賞やん。いやー、羨ましいですね。はい、こちらと、あとは、お名刺かな、これは出しても大丈夫そうかな。福岡山口ライバー所属、お、カイトリーさん。ミューズ、星空に、アクア、桜内リコということで、まあ、ツイッターとスクフェスの ID が載ってますね。リキャコ親衛隊ナンバー64。おー、なんかすごい、なんかそういう舞台があるのかな。いや、すごいね。いやー、ありがとうございます、カイトリーさん。名刺もくださって。いやー、ありがとうございます。いやー、嬉しい、嬉しみ。これがなんか手紙じゃないのでご注意くださいと書いてるんですが、先にこれを開けていきましょうか。何が来るのかな。ん、何やろこれ、ん、何やろ、ん、裏向けます。せーの、よいしょ。うお、あ、チャンネル登録者1万5000人突破おめでとうございます。ありがとうございます。いや、わ、こういう形で祝っていただけるだなんて。あー、2周年おめでとうございます。ありがとうございます。もうカナンちゃんてんこ盛りやないですか。いやもうめっちゃ良き。あ、かわいい、かわいすぐる、良き、やばいこれは。いやーもうちょっとマジで嬉しいです。ありがとうございます。いやー、うん、そうですね、1万5000人と 2周年。うわー、もうどっちも祝ってくださる。いやもうなんて素敵な方なんや。いやもうありがとうございます。スクコレがあるのでスクコレを見ていきましょうか。はい、こちらのカナンちゃんのセット、中身は何じゃろかな。う、うわ、お、お、あー、ちょっと待って、うわ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 、ちょっと待って、これめっちゃ欲しかったやつ。ラッシュカナンちゃん、ハグシオカナンちゃん来ました。いやこれ俺あと今デッキ組んでてこれ1枚だけ足りなかったんですよ。めっちゃ嬉しい。うわ、マジか。うわ、ありがとうございます。いやもう待って、いや俺もこれ欲しいからすっげえ最近5段めっちゃ積んでたんですよ。いや、いや、ありがてえ、マジでありがてえ。いやすげえ、やばい、これはちょっとやべえ。いや、ありがとうございます。いやもうちょ、マジでか、めっちゃ嬉しいんだけど、やばいわ。はーい、じゃあお次こっちのカナンちゃん見ていきましょう。はい、まあレアの普通の子ね、カナンちゃんが来て、うわ、いや、ちょっと、これ、あ、うわ、これ、青ちゃんやー。青ちゃん、かなんちゃん来たー。いや、これ、いや、かいさん、これね、いや、マジでね、このかなんちゃんね、マジでね、もう、すごいよ、これ、だいぶするんすよ、これ。マジですか、いいんすか、こんな。めっちゃ価値あるからな、これ。いや、ありがとうございます。うわ、ちゃ、えいちゃん、もう、かわいいもんじゃ、青ちゃん、いや、青ちゃん、おへそ、青ちゃん、おへそ。いや、もう、やばい、もう、ちょ、ただの変態になってしまうな、これ。やばいな。ちょ、やめて、みんな勘違いせんといてくれよ。うん。俺は、俺や。ラストは、この、多分、しおりっぽい。しおりっぽいやつなんですけども、これを見ていきましょう。うわ、うわ、これ、君っ子この、持ってへん。いやー、これ、結構初期絵のやつやから、これ、結構いいっすよ、これ、なかなか。なかなかいいね、これ。ようちゃんもおるし。うわー、嬉しい、これ。
うわ、ようちゃんの要素めっちゃ可愛いやん、これ。うわ、ありがとうございます。いや、これいいね。横のタイプのしおりってはなかなかね、珍しいですからね。いやー、ありがとうございます。いやー、もうちょっとこれはちょっと使わせていただこうか。はい、というわけでですね、まあ、一応、福岡ライバー様の方々からいただいた提供品の方をちょっと紹介させていただいたんですけども、あのね、ちょっと一部ね、多分、ナライバーさんからのやつも若干混じってたかもしれないんですけど、いやね、とても、良きでした。もう、大変嬉しかったです。いや、というのもね、まあ、ヒロさんを通じて、というかマジでもうヒロさんのね、オフ会やのにもかかわらず、私宛てにちゃんとそういう提供品をね、ちゃんと用意してくださる、本当に皆様。いや、まあ一応まあツイキャスとかでもお世話になっていたんですけども、いや、それでもね、やっぱりこう、ちゃんとこう、用意してヒロさんに渡してっていう、もう過程がまず嬉しいですし、いや、本当にもう、手作りのアイテムだったり、なんかそういうの本当にね、わざわざちょっとね、時間割いてもらって作っていただくっていうのもね、本当に嬉しい限りですので、もう本当に誠にありがとうございます。だいぶそのヒロさん主催のオフ会の方はすごい楽しめたという報告を受けているんですけども、やっぱいいですよね、そういう形でこうラブライバーの会がこう広がっていくっていう、もう剣と飛ばしてますからね、その一つの剣で行ってるわけじゃなくて、もうどんどんとね、やっぱりこう、私はなかなかちょっとね、お仕事の都合上ちょっと遠方しにくい部分あるんですけどね、もうもっとね、この先将来、暇ができたらまたいろんな各地回ってみたいとも思ってるんですけどね、もうねちょっとね仕事が忙しすぎてちょっとそれがなかなか叶わない状態になってるんですけども、まあとりあえずですね、本当にもう、これだけ素敵な商品をいただけて本当に私レイガルンはもう嬉しく思います。大変嬉しく思います。本当に誠にありがとうございます。というわけで今回の動画はこちらまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。レイガルンでした。もう一回言うけどな、もう一回言うけどダラクンくん、ちょっと屋上来てな。